この前のライブ、ニッコニッコにーですごく盛り上がっていたわよね。私にもああいうのがあってもいいかもしれないわね。少しやってみようかしら。笑顔永遠エリーチカ。お邪魔いたしますわ。何も見ていません。見てるでしょ、正直に言ってちょうだい。まさか見られるとは思ってなかったわ。とにかく今のは忘れて。エリさん。何を。一人でこっそりと可愛らしいポーズを研究するということは恥ずかしいことではありませんわよ。そんなはっきり言葉にしないでよ。もうエリさん、私にも身に覚えがあるのです。え、私も皆さんのように可愛いポーズを取れた方がいいだろうと思い、こっそりと練習したことがありますの。それで成果は。ダイヤ、私たちには私たちにしかない良さがあるわ。それを追求していきましょう。